いわゆるプロスタッフの古木のりおです。今日は、刑事丸さんで、秋のアオリイカを、船からしゃくり釣りで狙ってみたいと思います。今日はですね、タックルの説明から、リールに巻いてある、このメインライン。メインラインは、スムーズの 1.5 号。ダブルラインを組んで、ちょっと、中重りまで少しリーダー取ってます。沈むときに絡みを防止するためにちょっと太めの、6号7号ぐらいのリーダーを30センチぐらい取ってます。中重りからエギまで、これ船ハリス HD カーボンの4号、これを一応今日は船宿さんで4メーター統一なので、4メーター取ってます。あとは今日も重りも10号で指定で協定なの、揃えてるので、これ魚釣りのレンジ新刊15号です。今ちょっと潮が動いてなくて渋い、ノリが渋いので、あまりなんていうんですか、目立たない重りのカラーを選んでます。ちょっと濁ってるんで、潮がオレンジが強いみたいなので、今はオレンジのアオラを、マーブルオレンジですね、クリアーマーブルオレンジでちょっとやってみたいと思います。同じような派手めな色で攻めたいと思います。